皆さんこんにちは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー遊んでいきたいと思います。最初は孝太郎さんのコース、フライングボスラッシュ。いつも私の動画で朝川さんってよく出てくるんですけれど、朝川さんと孝太郎さんが似たようなギミックを使ってコースを競い合ったらしいんです。どっちがうまく作れるかというわけで、そのお二人のコースを遊んで比べてみたいと思います。まず孝太郎さんから、フライングボスラッシュ。落ちてったよいいのかな、お邪魔しますよ。なるほどね、飛んでますよ。確かにフライング、フライング。これワンワンの動きどうすんの。どうすればいい。大丈夫、真ん中にいれば当たらない。そんなことない、そんなことないよ。よかった、ドカン来た。あれ、ワンワンが同じ方向に来たら避けられないような気がするんだけど、避ける方法あるのかなって。今度はハンマーブロスもいるのかよ。今度はうわいハンマー避けないと、これ無理じゃない、怖え。ギリギリで避けられんの、すげえ。ワンワンが来ないから助かる。これでワンワンも来たら無理、無理ゲー。あ、中間、おし。なんかゴリ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 最高、ゴリゴリは正義。ここでいいのかな、合ってる合ってる合ってるのかよくわかんないよ。今度はパックンとチョロップと砲弾、怖えよ。なんか攻撃が激しいな。うわ、なんか今沈んだ。なんで沈むの、怖え怖え。お、なにこれ、お、入れた。よし、中間、あれこっち正規ルート。なんだなんだ、ゲストとクッパ3体とワンワンと、いや怖え怖え怖え。ゲストはでもこっちまで来ねえな。クッパの炎で気をつければ大丈夫か。よし、あ、ハンマーブロス出てきたような気がする。なんか目の、あー落ちたー、くそー。はい、でもキノコがあるから大丈夫、中間も取ってるしね。もう分かったからやられたりしませんよ、そんなヘマしませんよ。セイントに同じ技は二度通じない。私乙女座です、バルゴの釈迦です。ゴールドセイントの中でも上の実力ですからね、任せてください。サンクチュアリのアテナのところまでやられるわけにはいかないんですよ。というわけでゴール。あれ、鍵扉、そんなのありました。ウィーン、ちょっと気になるな。さっき土管に入っちゃったところをもう一回右の方にやってみましょうか。フライングボスラッシュ、ちょっとやり直してみましょう。クリアできなかったらクリアできなかったらで、まあそれはその時考えます。はい、お邪魔しまりよ。はい、そんなわけでさっき土管に入ったエリアまで戻ってきましたね。このチョロップがすっげーいやらしいんで、あと砲弾がすごく邪魔なんで、できれば早めに始末していきたいとは思うんだけど、始末する余裕がないとも言え、さっきはここの上の土管に入っていきましたよ。おわー難しい、右側にやっぱり扉があるね。入っていいのかな、ただそこまで行けるかどうかがわからない。あそこは土管に逃げちゃった方が簡単ですね。あ、やばい、もう食らった、やばいやばい。ほっほっ、さーてどうなるか。ほっ、怖いよ。ほっほっ、これでどうだ、え、入っちゃダメもしかして。こっからやり直し、これはやられた。それは罠でしょう。だって入るよね、扉があったら。そこに山があるから登るんだ的な感じで。上村直美さんと一緒ですよ。あれ、上村直美さんでしたっけ今のセリフ。確かそうだったような気がするけど。ほっほっ。有名な登山家の方でしたよね。あれ、確かこの間遺体が見つかったとか見つからなかったとか聞いたような気がしますけど、もし本当に見つかったんならいいことですね。土管発見、もうちょっと、よし、今度こそ決めてやる。お邪魔しマリオからの、これはよいしょ。今思ったんだけど、あ、1個叩いちゃダメ、あ、ダメか、敵減らないか、難易度上げちゃった。ほっほっ、ひとマスパウでやっていくスタイル、かっこいい。何がかっこいいんだかわかんない、難易度上げてるだけだっちゅうの。おー怖えー、
でもうまくいってるぞ。ほ、いったいったいった、一マスでいった。お邪魔しますよ。で、どっち、え、どっちどっち、扉、なんだなんだ、お、え、え、え、これって運じゃないの、嘘でしょ。え、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 どうしろっていうの、なにこれ、エキストラステージか、あのカメックの魔法をうまく誘導しろって。あそこまで戻るの大変なんだよ、光太郎さん、分かってんの、まったく勘弁してくださいよ。しかもキノコなしじゃん、キノコくださいよ。なんかさっき一マスだとうまくいったような気がするけど、でもやっぱり、あー、この上の土管に入りたい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 けど、あー、スパナ邪魔だよ。なんとかうまく取れないかな、あの一方通行の上に乗って一つだけパウ取って、どっちかのショロプー倒したいです。そうすれば楽になる。ほっあー、今のは見えてなかった。あのスパナがすっごい見えにくいんですよね、 ちっちゃいから。あー、もうちょっとだったのに。さて、やっと戻ってこられました。今度カメックの魔法を上の方に誘導したいけど、もういきなり失敗した。こうだこうだこうだ、こっちこっち、クソ魔法使い目、魔法使いはもっと若い子がいいんだよ。よし、というわけでカメックさん、こっちこっち、そっちじゃない、そっちじゃない、ほ、こっち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 、あー、光太郎出てこい。なんでそんなところに屋根があるんだよ、光太郎は。いや、光太郎さん年上なんで、光太郎さん出てこい、出てきてください、お願いします。なんであんなところに屋根があるのか。やられたよ、あれあれで、だってゴールでしょ。2個あれば大丈夫、2個あれば大丈夫、1個あれば大丈夫、1個じゃ心もとない、1個じゃダメ、心配、ほっほっほっ、こっちこっちこっち、うえーうえーうえー、ほっ、うえうえ、これでどうだ、お邪魔しますよ、入ったよ、1アップ、よかった。まさかの最後の屋根にやられるあの孔明、やられた。いやでもさすがですね、フライングボスラッシュクリアしました。さて次は浅川さんのコース遊んでみましょう。はい、お待たせしました、こちらですね、パーパーマリオと空中遊泳。さっきもあのサムネに光太郎さんもパーパーって書いてありましたね、確か。こっちも書いてあります。パーパーマリオ。この間あの車が落ちる時のとパーパーっていうのを動画にしたと思います。多分それかな。こちらですね。何の車だかわかんないんですけど、SUV っぽい車が。パーパーじゃなくてクラクション、おお、あ、なるほど、こっちはこういう感じで飛び始めるんだ。そういえば飛んでなかったですね。で、マリオさん、なんでクラクション鳴らすときいちいち車から降りるんですか。あ、これ当たっちゃう、はい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 、え、でどうすれば、お、こう、怖い怖い怖い、
これでんいいのかな。はい、お邪魔しまーす。よくわからなかったけど、なるほど、ここは一回殺されるスタイル。それで無理やりでもパーパーを聞かせる。その代わりにチャップを置いておく。これは優しさというのかなんというのかで、またチョロップ来たよ。やだー、チョロップ。うわ、もう食らった。もう食らった。やだー。なーにこのテレサとか、ふざけんなし。チョロップ嫌いだし。さっきのコウタロウさんのコースの後だから、なおさらやだよ、チョロップ。お。こえー。よし。パーパーって鳴らさせないスタイル。ごめんなさい、今ちょっとマイク蹴っちゃった。はい、こうだ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 、オッケーオッケーオッケー。実はスパナしゃがんでれば当たらない。あ、当たっちゃった。まあいいや、ここにもう一回アミーボがあって、パウの数が減らされて、今の危ねえ、うまく避けられた。で、ああ、またここでパウを叩く。おお、下のガリガリが怖い。で、扉が張ったから扉来ちゃったけど、土管じゃなくてよかったのかな。でも次が3手回だったからいいのかな。よいしょ、クッパジュニア、クッパクッパか。ん、ジュニアか。お、なんかさっきもこの L 字のテレサがいたような気がするけど、これはあれかな、コース作り的な観点から言っちゃうと、コピーして敵を変えたものになるんでしょうか。ってこっからか、やだな。あれ、当たっちゃった。あ、あれ、さっき当たらなかったんですけどね、なんでだろう。やばいやばいやばい。もしもし。ピンポンパンポン。相変わらずチョロップとテレサの攻撃は避けられないで、ここまだ2で、その3がまだこの先にあるというのに。勘弁して、あれ、やっぱり今度は避けられるな。さっきはしゃがんでても避けられなかったのに、何の違いだ。ほ、これギリギリすぎませんか。ちょっとここら辺、よーし、あ、当たっちゃった。このでっかいテレサ避けにくい。多分この辺、よし。うそー、なんでこんなのに当たるんだよ。やめてくれ、これ難しすぎないか、このコース。クリアできる気がしない。まったくもう。だってこの先まだあるんですよ、中間なしで。怖い怖い怖い。無理無理っていうか、俺にはクリアできない。あー、もう久しぶりにパーパー聞きましたね。
あの最後っぺのスパナ怖すぎませんか？土管には入れない。さっきは確認しなかったんでね。で、次どんなんだったかちょっと、あ、クッパジュニアか。これ難しい。お、でもなんかここまでは偶然うまく来れてる。よし。あそこのアミーボまでもう一回行きたい。で、うわーい、これずるいよ、降りたところに来てんの。これは、避けようがない。ちょっと待って、あれどうやって受けるの？だって。さてやっとクッパジュニアのところまで戻ってこられました。ここが難しい。ほら難しいって言ったのに登れないスタイル。もうここ中間が欲しい。2の後に難しいよこれ。さっきの孝太郎さんのコースの数倍難しいです。今スマホがぶれたと思ったら、今ちょうど4時回ったところなんですけどね、今日予約していた動画が公開されたようです。皆さんぜひ見てください。今今日の動画は何だったかな。あ、友人マリオだ。友人マリオ今公開されたと思いますのでよろしくお願いします。というわけでこっちはこっちで集中してやっていきましょう。またクッパジュニアのところまで戻ってこれたけど、ここがクリアできる自信がないんだよな。これほら当たっちゃう。やばいよこれ、クリアできなかったらどうしよう。しかもパーパーも鳴らしてない。孝太郎さんのだけクリアしてこっちクリアできなかったらどうしようっていうね。面目が立たないんで、なんとかクリアだけでもしないと。こっちにもエキストラステージってあるんですかね。あのクッパジュニアの ところがすでに言えなかったあのクッパジュニアのところがすでにエキストラステージ並みの難易度があると思うんですけどね。でどうなるどうなるどうなる。オッケー超えた。うわー怖えー。あれクッパジュニアどこ行った、いなくなった。ラッキー、これはラッキー。やばいやばい、ここで決める。なんでいないのか分かんないけど、とにかくラッキー。よしよしよし、テンション上がってきたぞ。決める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 。パウルは絶対叩く。よし、はい、お邪魔しまーす。やったーラッキー。なんでなんでなんで。あ、これまたやられるやつだ。はい、パーパーお届けいたしました。じゃ、今日のマリオメーカーはこの辺でまだ終わりません。まだやっていきますよ。ボス、さっきのボスじゃないの？え、待って待って、うえクッパ2体とクッパジュニア1体。これ左何？ゴー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 で鍵扉が下に見えるんですけど、嫌な予感がする。よっしゃ、これまたさっきと同じぐらいの時間続くんだったら、でもうダメージ食らっちゃってるよ。これもやばいな。いやいやいや、難易度高すぎでしょこれ。よくクリアチェックできたな。あ、キラーン。クッパの炎ってだって誘導できないですよね、カメックの魔法とかと違って。おい怖いよ。あ、一方通行で落ちるところまで来たけど、ここはおおギリギリ。よしよし、かわすかわすかわす。もうちょっとでしょ、パウがあるんじゃないの。あ、見えた見えた見えた。ほっ、パウを叩いて、おっ、
おー、ゴールできた。あー、よかった。この潰されるのは草川さん好きですね。あー、なんとかクリアできました。エキストラステージがあるってわけじゃなかったんだね。というわけで、お二人の空中コースっていうんでしょうか、パウの上に乗って進んでいくコース遊ばせていただきました。難易度的には朝川さんの方がかなり上、気軽に楽しむんだったら光太郎さんの方がやりやすいと思いますね。エキストラステージもありますしね。ただまあ難しいのをクリアして達成感を得るっていうんだったら朝川さんのコース、まあ、うまく付き合ここで噛むか俺うまく使い分けていただければなと思います。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回の動画もよろしくお願いします。次はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。